地球ジャーナル。ゆあちゃん、ジャーナリストのシュウライユです。今日は元祖キレ毛のカーニング竹山師匠に来ていただきました。なんで笑ってんの師匠。いやシュウさん、えらい定常高えなと思って。だからもういつもそういう感じなんですよね。今日も切れてくれますか。いいですよ。何を切れましょうか。何でもいいですよ。はい、でも最近なんかちょっと封印してるみたいんだけど、どうされますか。じゃあ封印とかじゃね、シュウさんないんですよ、うん、最近そんな仕事はないんですもん。だってはあ、そう、昔まだ若い頃はわーわー言い合うとか、うん、番組でわーって終わるとか、あったけど、もうあんまないっすよね。だってシュウさんと一緒にもうテレビ出らしても多分10年ぐらいになると思うけど、うん、当時はでも楽しかったんですね。やりながら自分が不思議に思うんだけど、はい、思ったんですよね、はい、日本ってちょっと変わった国だなと思ったりするんです。なんでですか。だって中国だったら日本の悪口をわざわざ外国人をいっぱい集めて言わせるってのはないじゃん。はい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 、はい、そうね、そんな番組でしたもんね。そうですよね。だって一緒に出た時はもうお互いいや、だからもうその時はシュウさんと喧嘩を上でいろいろ、いや、お前うるせえんだお前って言いながらお前がうるさいんだよ、お前がってだってね。そうそんなってなったんだけどね、うん、でも なんで今こういうのはできなくなったんで。まずはできないことはないけど、うん、まずはそういう今日本の風潮でギャーギャーうるさいものをそんなに視聴者が望んでないとか。いやー、そもそもじゃあこういうニーズがなくなったんですね、うん、あとはほらやっぱ切れながらお前がどうったらなんで、お前だどなんだろうと言うと言葉が洗い物出てくるんじゃないですか。で、まあ時にはまあ差別まではいかなくても、例えば何、じゃあ女性とやり合ってるとか、まあ、男性とやり合ってる、まあ、男性女性別関係ないけどもね、他の人とやり合ってる時も、うん、お前出て大体お前は男らしくないんだお前がよとか言ったら、そう、これはあれです、男らしくないって何なんですかって言うんですよ。だって当時このハゲとか、これブスとか、ブスまでも言えたんだよね。ブスももう今きついですよ。もう言えないよね。女と喧嘩してる時にうるせえなこのブスとか言ったと、もうこれアウトだからね。アウトね。だからそういうことがもうできなくなってきてるっていうか、やっぱ怒られちゃったらネットで叩かれたりするから。まあネットは怖いよね。そういうのを避けるようになってきてますよね。なるほど。まあそうやね、いろいろこういう大人の事情もあるんだよね。そうですね。そう、なるほど。でもシュルさんだってそれ言ったらもう昔みたいにギャーギャー言わずに本当にジャーナリストとしてちゃんと中国の芸能とか中国の社会情勢とかをちゃんと呼ばれて答える人になってるじゃないですか。どうかな、私昔の方が良かったかなと思ったりするんですけど、ね、なんでテレビ出だしたんですかシュルさん。あ、もともとだって別の仕事してるじゃないですか、その会社も、まあ、裏の方だったんだけど、うん、まあ、他の番組、まあ、この YouTube チャンネルも行ったんだけども、はい、なんか当時ここが変だよ、はい、日本人っていう番組があって、はいはいはい、で特番ね、ここが変だ、中国人って50人必要だったんですね、はい、うん、でプロデューサーが昔お世話になった人なんだけど、はい、シュウ、お前ちょっと人数足りないから出てくれないかっていう。あ、それで言われたんで、裏方やってたけど。そうなんですよ。あ、そういうことか。それでちょっと出て、で多少ちょっと心得てて、こういうことを言えばカットされずに、うん、使われるんだろうって言ってて、はいはい、でなんとレギュラーになっちゃって、やっぱ喋る上手かったり怒ったりして面白かったから、この人面白いなってなったんじゃないですか。あ、前かどうか分かんないけど、特徴があるんですね、もう声のトーンとか、うん、まあまあ声も聞きやすいしね、はい、シュウさんね。あとなんかチンプンカンプンもうちょっと下手くそな日本語言ったりしてそれがなんかちょっと受けだったのかなってもあったんですよね。中国ではこんな番組あるんですか、はい、中国ってどんな感じなんですか。中国は、あ、そうそうそう、まあまあそれも話しますけど、うん、そうですね、中国はまずこういったその自分の国をけなすっていうのは番組はないんですよね、はいはいはい、まあ、バラエティは結構あるんだけど、うん、そのバラエティは大体日本とか、うん、まあ、台湾韓国の真似ですよね、うん、あ、同じような見たやつが多いですね。そうですね、昔は結構乏しかったんです、こういうコンテンツが、うんうんうん、はい、でかなりその日本のそのこういったコンテンツを参考にしたり、はい、うん、で場合によっては本当にこっちで活躍してた台湾人とか、うん、あるいは韓国の方がたちが中国にいて伝授してたんですね、うん、じゃあ周さんみたいなもん、日本に住んでる中国人の方が日本のタレントになってるとか、日本でテレビ出てるみたいな。タレントではなくて、なんかこっちでディレクターとか
放送作家とかやってた、まあ、まあ、あの、もともと台湾出身の方とか、はいはい、韓国出身の方、その人たちが日本でやっていて、で、やっぱりニーズがあるから中国の方に渡っていって、で、伝授したりしてたんですね。ああ、はい、番組の制作を、ね、そう、制作とか、はい、結構あったんですよね。そうそうそう。あ、そういえば前、竹山さんの番組で、なんか、アドバイスを、はい、まあ、中国進出するって言ったんで、はい、どうだったのこれ。それはね、中華圏に。もうね、やめたの。なんでやめたの？なんか、あの、まあ、いろんな要因はあるんだけど、だから初め台湾だとか行って、台湾ロケ行ったりして、まあ、もういたんだよね。何回ぐらい行かれたんですか？台湾は1回か2回かな。で、ちょっとコントのようなこと撮ったりとかしてたんだけど、まず台湾で言われたのは、台湾に行ってそっから、大陸に行く芸能が、はい、これ周さんも言ってたから、ね、私が、そう、私もそう言ったんですよね。そのパターンっていうのが今そんなにもうメジャーじゃないと。で、実際台湾でも言われたんですよ、はい、台湾でもこれ知り合った人に、それ昔のパターンで、今台湾から中国に行ったところで文化が、昔は台湾と中国ってまあまあ、まあ、中国の考えで言うと同じ国だけどね、地域が違うだけなんだけど、台湾の方がやっぱカルチャーとか文化が西洋寄りで発展してたじゃないですか。だからそれがこう、台湾のスターが大陸に来るってなかなかこう受け入れられたというかになってきたんだけど、今中国の大陸の方がまた上がっちゃってるから、だからその台湾が上じゃないみたいになってるから、台湾行ってそこから大陸のスターにっていう道が実はそうはないですよって今言われて、よくあの勉強してますね。ここが本当に変わったんですよ。それ言われたのよ。そうそうそう。今中国 の、 その国内の市場の方が成熟してきてるんですよ、はいはいはい、もうあのいわゆるその先生はもういらないんですよ、はいはいはい、今までは勉強、まあ、教えてもらったり、はい、まあ、あのパクったりね、うん、真似したりしてたんだけど、結構ノウハウがもう身についてるんですよ、うん、そう。でそれをまず言われて、あれじゃあ台湾から大陸に行ったらもう今トレンドじゃないんだなってなって、じゃあいきなり大陸の方にの芸能でちょっと行ってみるかなって言った時に、それはやっぱりいろいろ難しくて、裏とかもいろいろあるから個人でガチャガチャするんじゃないって結構言われて、はい、それとんでもない痛い目に遭うかもしんねえぞって言われて、あ、そう。あとね、ものすごい今変わってるのは、はい、だからもう行けばいいと、もうここで頑張ればいいっていうのがない、うん、ただね、もうすごく最近あのその中国の芸能界ね、今、うん、上から引き締めてるんですよ、はい、ものすごく、はいはい、だからあの、まあ、国内 の、 そのタレントもそうなんだけど、はい、外国から来る人もやっぱり中国のことをものすごく、うん、あのよく言うようにしなきゃいけない、うん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 、私はもう中国大好きとか、うんうん、私は中国のことを愛しているとか、うんうん、中国は猛勉強してるとか、はいはい、一生懸命アピールしなきゃいけないんだよね、はい、受け入れられないんですよ、ね、そうですよね。もうただね、もうだから変な話、ちょっとなんか口を滑ったら、はいはいはい、ものすごく袋叩きされるんですよね、はい、いやだからね、そこは難しくて、もちろん俺中国とか中国人の人嫌いじゃないんですよ。あ、やっぱりほら、だから周さんとも仲いい、まあいいですね、人間と人間だから会えば大体一緒じゃないですか。ただやっぱ政治体制であるから、そうなると日本人の僕とかあんまり理解できないところがいっぱいあるし、だからそれで本当にやれるのかなとか、まあもちろん北京語覚えなきゃいけないのもあるし、あと日本の番組とかであのウイグル問題でこれやっちゃってるから、そういうのを訴えてるから、いやそれはもう無理だな。いやだから向こうの人、中国共産党は無理じゃないですか。もしチェックしてるなら、そう、まあでもいてまたちょっと、でもあれですよね、だから向こうで金儲けしようとしてて、自分のあのなんだろう、そのポリシーまで捨てるかっていうことになるからね、うん、まあまあそういうことで、そういうことで、まあ、そうではね。だからあの中、もうほら日本人の人で今よく右傾化してるじゃないけど、分断が始まってて、もう中国って聞いただけで、あっ、あっって言う人もいるから、そう、もういっぱいいるね。そうじゃないと、うん、中国の政治体制は日本人だから理解できないけども、中国人という個人個人だと別に一緒でしょ、日本人も韓国人もアメリカ人も中国人もっていうことだから、なんかそこをこううまく理解し合えればいいんだけど、ただそれで仕事で言うと、それで日本でいろいろ訴えたりもしてるから、もう多分無理だなっていうのはありますよね。いや、将来的には行ってみたいですよ。行ってみたいし、やっぱり、うん、市場は広くなるからね、けどなかなかやっぱりそこが難しいんだなっていうのはありますよね。そうですね、今あの芸人ね、うん、でもまだあの活躍している日本人の方はいらっしゃるんですよ。あ、なんかね聞いたことある、はい、向こうでが、あの今ね矢野さんがね、はい、矢野浩二さんっていう、はい、まあ、中国で一番、まあ、あの要するに
有名な日本人タレントさん、タレントですよ。ご存じないですか。いや俺多分ねそれ一回テレビで見たことあると思います。昔はもう本当あの日本兵を、うん、あのばかりあの演じたんですよ。役者さんで。そうそう、役者さんにもう、まあ、あの日本兵ばかり、うん、でもどん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 やっぱり中国も上手くなっていって、うん、演技もすごく上手くなっていって、うん、しかも何しろやっぱり受けがいいんですよ、うん、彼あの中国人の女性と結婚して、うん、でお子さん2人いるんですよね、はいはい、1人はあの中国国籍でもう1人は日本国籍で、ね、うんうん、でものすごくあの日中のことはねもう駆け足になっていたんですね、はい、うん、であの向こうでもうかなりそのバラエティ番組も出たり、うん、もう本当にあの日本兵ばかりじゃなくなってて、うん、もう主役もあの演じたりしてたんですよね、はい、手当てて。でもなんか反日デモで、うん、ものすごくあのちょっと辛くなって、うん、一回ね日本の方に戻ったんです。入ってきた、うん、でねこれはあのオスカーに入ったんです、はいはい、でつい今年だったかな、うん、年末だ、はい、去年の年末、また中国の方に、やっぱ日本だとなかなかね、あの長く向こうで活躍してたから戻ってきて、はいはい、なかなかちょっとあの人気がね、うん、出にくいんですよ、はいはい、で新規でもう一回戻ってたんですよ、向こうの方に行ってって、でそこでねもう一人実は名前っていいのかな、あの小島瑠璃子って、うん、小島瑠璃、小島瑠璃中国行ってるんだよ。あ、なんかでもそれもテレビでこじるり中国で行ってみたいとか、ね、なんか言ってた。それ本当前から中国は勉強していってて。あら偉いね。でね、ウェーブ、うん、ウェーブ前からやってたの、うん、前はウェーブでも私が中国を勉強してますよって言ってそういうことばかりだったんだけど、うん、今中国行って、でもやっぱり案の定私中国大好きよ、中国愛してるよ。それしかないのね。ちょっと見てて、なんか痛いなと思ったりする。私で中国人の衆さんからするとってことは、なんで日本に住んでる、うん、そう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 、まあまあ日本もそうだよね、最近か、うん、ね、あのにに日本すごいっていうのも、まあ、そういう番組もあったりするね、まあ、うん、外国人のタレントを使ってやったりしてて、うん、うん、そこまでなって行きたくないでしょ。でも中国人の人もテレビ見てて外国から来たら中国嫌いって人より中国好きですよって言って言う人の方が応援しようと思うんじゃないですか。いや私はだからまあ日本のあの悪口ばかり言ってるから、はい、むしろこれは日本のために言ってるんだっていう、はい、だってもう好きよなあのいいことばかり言ってて、はい、なんかごますり下心見えねえじゃんっていう、はい、あいつ何なのってこういうだってあのなんでこういうふうにねあの わけのわかんないよもうあの褒め殺しですかってみたいなことを言って、あ、そういう風に感じるわけね。私は思うよ。あ、なるほどね、うん、まあだから結局それで好きですよ好きですよって言うってことは本当の自由があるのかってちょっと違うような気がするもんね。やっぱ周さんみたいに日本のここはダメなんだよって言ってて日本に住んでて日本で家族もいる方が、あ、日本ってすげえなってなりますもんね。やっぱり自由なんだなっていう。そうそう、だってそこがすごいところじゃない。そうなんですよ。でも最近もちょっとに日本私もちょっと感じてしまったんだけど、うん、日本人もちょっとその余裕がなくなりつつはあるな、うんうん、結構、まあ、全員じゃないんですけどね、うん、そうね、結構反対する人とか、なんかじゃあお前中国人だろお前どうだろうっていう人の率が増えてるような気がしますよね。そうそうそう、だったらお前そんな嫌いだ、嫌いから言ってんじゃん、本当は好きですよ、だけどもう日本人のため日本のため番組では番組のため言ってるんだよって、はいはいはい、買ってほしいんだよね。なるほどね。まあそれだけ日本のメディアがだから、まあ、その中国とはそれに比べると成熟はしてるってことですよね。まあ、もう全然この辺はもう本当に頭上がれない。うん、あの成熟してますね。そうですね。でも結局だからそこは難しいですよね。そのやっぱ中国のメディアって考えた時にやっぱね、市場はでかいから普通のビジネスと一緒で。はい、ね、タレントとか役者としても行きたい人もいっぱいいるかもしれないけど、やっぱそこの辺をどうやって譲れるかっていう、で言うたらでもいろんな企業のビジネスはそうですからね。そうですよね、うん、中国の皆さんって工場作りますからよろしくとか言いながらやってるわけじゃないですか。だからその結局そこでちょっと歪みというかちょっと歯車狂ったら、例えばそのウイグルの問題の時とかにちょっとこうガタガタって崩れてくるっていう、崩れてるんだよね。そう、でどうすんのそれ。そう、そこが本当に金儲けを、まあ、あの大事にするか、あるいは自分のその政治スタンスを大事にするかによるんですよね、はいはいはい、だから、例えばあの新疆の問題だと、はい、結構外国企業にねやっぱりあの分かれてるんですよね。
一つはもうあの新居のあのその綿か、うん、あの綿を使わない、はいはいはい、もう、ね、例えばあのエチアンで、はいはい、ね、アメリカのね、企業とかのね、そう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 、やってますもんね、もうやらないとか、うん、でも一方はまたアメリカの企業なんだけども、いやあのわざわざまた、うん、あの新居の方に工場っていうか、あのてあれなんですよね、あのディーラーを作ったりしてたんですね、はい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 、いっぱい売りたいからっていうのも、うん、テスラかな、うん、のあのそのマックスさんも言ったんだよね、うん、そういうのどうなのかな、まあ、でも商売は商売で、本当は商売と政治、ここ、ね、あ、ごめんなさい、うん、政治とね分けてほしい、いや本当はそうよ、本当は絶対そういうことなんですけど、そこがでもなんか難しいところですよね。 あれもそうよ、あの石炭もそうで、うん、この間聞いたら今 SDGs って言われてるじゃないですか、はい、で環境問題でも石炭燃やしちゃうとまずいじゃないですか、うん、二酸化炭素いっぱい出るから。でもこれ推進してるわけじゃないよ、今日本原発とかも止まってるし、はい、結局石炭は必要になってくるわけですよね。でそうすると例えば石炭を扱って儲かってる国もあるわけですよね、会社もあるわけですよ、そうですね。じゃあその会社はどうするかって言ったら、石炭を例えば中国とかから買うんじゃなくて、山ごと買うらしいね、なんか。まあそうですね、元々中国ね、中国の、はい、そこを買って、鉱山ね、ごとに買っちゃうね、はい、で鉱山ごと買ってガンガン石炭を入れる、安く入るから、うん、けど石炭をそこから中国の山を買って、まあ、買うか借りるかしてガンガン日本に入れてたら、それ SDGs なのかよっていう話もつくじゃないですか。けどしょうがないだろう、日本エネルギー全部原発まとまってるし燃やしたからダメなんだからとかいう、そこらこう複雑に絡み合ったというか、まあうね、一言では言えない、うん、いろんな国際事情がバランスだよね、うん、そうですね、エネルギーについてもやっぱバランスの問題があるから、じゃあ例えばその今その地球温暖化って言ったり、でもなんかどうもこれから温暖化じゃなくて冷えていくんだってね、地球が。あ、うん、そもそもの地球ってこと、 そもそも、うん、しかも今回あのトンガの噴火、はいはい、したね、うん、あれだってかなり多分何度かあの低くなるんだよね、うん、っていうのもあったりする、あれも相当な、ねうん、爆発ですからね。そうそうそう、 あと ものあのそのさっきの中国進出の話に戻りますけど、うんうん、あとね、そうですね、最近あの中国 その市場が、うん、もうあのギャラは高いんだけども、はい、でも外国人に出すギャラってね安くなってる、うん、多分あれでしょうね、人民のか普通の感じから言っても外国人が来てそれがタレントか役者やってて向こうで大儲けしてたらそれはちょっとイラッとくるでしょう、向こうの人も。昔はやっぱりあれですよね、外国ってもうあの一瞬なんかステラス、もう外国人 そのタレントを使える番組、うん、あの映画っていうのはステラスだったけど、うん、もうすごくいい質がいいとか、うん、今はそうではなくなっていて、うん、むしろ逆にあの外国人を使うと安くなるんだと。中国ここでのスターって、うん、もうギャラが天文学的ですよ、はい、だからあれでしょ、いろいろ捕まるんですよ、よくはね、ものすごい額で。そうなんだよ、でだからもうそれがやっぱりあの視聴者もそうなんだ、国民は不満なんだよ、うん、じゃ あの彼らからお金をせしめようと、はい、政府も今考えて、この間のほら石尾さんバイキング来てくれた時 の、うん、あの台湾人の台湾人じゃねえよ、台湾から来たあのご夫婦いるじゃないですか、はいはい、ものすごい大陸で大金持ちだった。そう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 、あの人たちに関しての中国人の人の意見は何もないんですか。 お前、まあ、台湾って向こうから考えてもちょっと田舎かもしれないけど、田舎からメインランド来て偉そうにしやがってみたいな感情はあるんですか。いや昔はなかったんだよ、昔はない、むしろだから台湾っていうのはブランドだったんで、中国より上だっていう、うん、進んでたっていうのがあったんで、うん、だから現にあの夫婦が大陸で売ってた化粧品、うん、やっぱりねメイデンイン台湾なんですよ、台湾製のもの、うん、でもあれね本当にコストがすごく安くて、はい、なんとね多分150倍の利益を得たんですよ。だからめちゃくちゃなんだよね。でもそれが今住民にみんなバレちゃったわけだから、バレちゃってるとなるとやばいでしょ。やばいですね、やばいです。だからおそらく莫大な罰金をねやっぱ取られるんでしょうね。あ、二人もでも中国いてやっぱ中国は好きだよなんとかなんとか、もう統一派だとか、そういうのやっぱりあのアピールしないとね、PR しないとダメなんですね。あれはどうなんですか、ジャッキー・チェンさんどうなんですか。だって香港でさ、うん、ずっとあれだけ僕らも小さい時からジャッキー・チェンってスターを見てて、だからある時ね、まあ香港がこういうことになったじゃないですか、自由もなくなってきちゃって、はい、共産党が治めてるんで、た、うん、だからジャッキー・チェンもね、ある時やっぱり共産党のおかげでみたいなコメントを出したじゃないですか。あれは習さんから見てどっちなんですか、うん、いろんなものを守るためにジャッキーはそう言ったのか、
それかもう本当にそれなびいて、なびいていこうはないと思うんだけど、なびかなきゃもうしょうがない現状なのか。まあせざるを得ないでしょうね。せざるを得ない。あれ海外、ジャッキー・チェンほどの大物が海外に行くはダメなんですか。あ、もちろんできますよ。だから当時スターでもう一人チョウ・ルン・ファーっていうスターもいたんですよ。あれもイケメン俳優なんだけど、はい、あれはアメリカ、ハリウッドに行ってて、うん、でも行って、まあ、要するに香港当時は中国に返還された時、でジャッキー・チェンは残ったんですよ、うん、残って、で、まあ、もちろんそのものすごく中国でいっぱい儲かったんだけど、うんうん、でも、まあ、そのうちモスクワの問題もあったり、うん、やっぱりどん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 、まあ、政府と その関係が近くなっていって、うん、だからもうディープサービス、うん、まあやっぱり言わなきゃいけなくなったんでしょうね、うんうん、でまあ年齢だし、やっぱり彼そうですね、楽じゃん、はいはい、まあ、向こうとの関係よりは、ね、うん、いい方がね、いろんな問題が、そうなんだよね。ジャッキー・チェンでも今そうね、よく口滑るから、実は大陸でもね、あんま人気がなくなってるんですよ。あら、そうなんですか。台湾もね、人気がガクンと下がっていて、香港ももう、お前、大陸の犬だとか言って言われてて、ちょっと最近彼、あんま、うん、元気がないね、のような感じなんだけど。あれはどうなんですか？あれ、質問ばかしていいですか、ね、はい、いいですよ。これもなんか NHK さんのテレビかなんかでずっと中国特集見てるときに、はい、大陸の若者たちはね、やっぱり、中国共産党に入るということがすごくステータスだと、うん、だから勉強してそこに入りたいんだっていう高校生のインタビューとか、うん、中学生のインタビューを前に聞いたんですよ。大学生だったかな。でそれ見てる時になんか、いや、なんか言わされてる感じでもなくて、うん、あれこれちょっと俺らの意識とはちょっと違うんだなって。やっぱり中国共産党、みんなが共産党にいたわけじゃなくて、そこに入らないエリートしか入れなくて、そこ入ると生活も保障されるわけでしょ。まあ、保証されるかどうかわかんないけど、だから要は共産党、まあ、でも誰でも共産党に入れるわけではないんで、うん、もう本当に末端の共産党員になるっていうのは、うん、模範じゃなきゃいけないんだよ、うん、もう本当に、まあ、優秀、ね、頭も優秀だし、うん、優秀じゃなきゃいけないし、勉強もできなきゃいけない、うん、あとやっぱり奉仕の精神がね、まあ、もちろん国を愛し共産党を愛しさなきゃいけないっていうのもある。だから何しろ共産党に入ってやっぱ出世していくんですよ。ほうほうほう。で出世していく、と権力もね、うん、手に入れるんですよね。はい。で権力イコール金持ちになれるってことなんですね、はい、だからそういう自己権威欲とか、うん、あるいは上昇志向の強い人はやっぱり共産党に入りたがるんで。周さん子供の頃とかやっぱ親とか周りに言われたんですか、あんた勉強して共産党入りなさいみたいな。いや、もう言わ、うちの、実はうちの親 両方とも共産党員なんだけども、うん、でも私は結局入らなかった、 入れなかったかもしれない、申請しなかったんでね、うん、申請して誰か推薦にも行って申請して、うん、で審査するんですよ、うん、この人、あ、この人はもう合格だよ、はい、じゃあもう申請してもう党員になるっていうの、うん、もう全然自分出さない。当時おそらくどん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 その、今みたいにあとみんな当時貧乏だったんだけど、はいはい、だから共産党に入ってもそんな豊かになれるわけじゃないから、か今みたいに豊かな国じゃないから、そうあったんで、だからむしろ目がもう海外に向けたんですよ、はい、向いてたんですね、うん、行ってなんか自分の視野を広げるんだっていうのがあったんだけど、うんうん、でも今のその中国だとやっぱり共産党に入った方が将来は保障されるね、うん、っていうんでしょうね、うん、そうなんだ。全然その辺の感覚はだから日本人にはちょっとわからないところですよね。そう、まあそうそう、私ももう本当にコロナの前は月1ぐらい中国に行ったりしてたんだけど、うん、取材でとかでね、で今は行ってないから、でまあ日々変化してるんで、うん、本当に自分でもついていけない部分もあるんですよね。周さんも怒られないですか、中国行くと。中国政府からだって日本でちょっと目立ったタレント活動もしててビジネスもやってていろいろ言うじゃないですか、多いってならないですか、州多いっていうふうに。ないね。だからそれ一個、おそらく私が喋ってる話ってどちらかというとバラエティ向けじゃん、うん、うんうん、多分どうでもいいってまではないんだけど、うん、まあ、そんなに影響力もないし、これ一個だよね。でもう一個はそうですね、肩書きとかってやっぱり例えば大学の教授とかなると、はいはい、向こうにいて、いや私はすごく日本にその人脈があるよ、日本の政治家とつながってますよって向こう講演会でああわあ言って、うん、で日本ではいや私中国の共産党とつながってますよ、向こうの何何何何って言って、でこっちで大学とかあるいは講演会ある、はい、そうやると
目つけられる、うん、だって両方からお金、うん、そうか両方からだからのがあるんだけど、うんうん、でも私はでも地方に行くとでもかなり地方の役人には嫌がらせされるはされるんされるだってもう大体、うん、仕事に行って大体揚げ足を探しに行くんでしょ、うん、そこの、はいはいはい、そうするとやっぱりもうお前何しに来てるんだって言っていや取材に来てるんだでやっぱり邪魔するんですよ、バレたらだって場合によってはあのそいつのその釘飛ぶかもしれないっていうのがあるから、はいはいはい、だから監視したり僕何回かパスポートを取り上げ行ったことあるんですよ、怖いなそう向こうのメディアにシュウさん取材されたことないですかね、ないですね、あもうあの前から要するに何だろうまあ、日本の人の視聴者にも多分、まあ、今でさえ書かれるから、うん、そういうことしたら書かれるんじゃん、うん、もう本当お前なんだもうこの任務もらって日本に来てんだろう、うん、もう全部下げて一回も向こうのそのどのビジネスやったことないんですよ、あ、そうなんですか、あ全部日本なんですよ、あ、それで昔はやってこれたんですけど、うんうん、日本当時ね、うん、あのかなり制作費とかもいろいろあったりね、うん、したんだけど今はもう減っていって、うん、なかなか厳しいですね、うんうん、もう今は向こうの方が上だからお金いっぱい出すからですよね、それがいつの間にか本当そうですよね、そう逆転されたから技術もそうでそうコンピューターとかその辺もいつの間にかじゃないですか、気づいたら中国がすごいその技術になっててもうテクノロジーはだって圧倒的に中国が進んじゃってるじゃないですか、そうなの、だからまあ後悔してもしょうがないんで昔はもう中国では商売しないっていうのを自分は決めていって、まあ、面倒さかったんで当時は、うん、やっぱり人脈とかコネとか使わないとなかなかできなくて、うん、日本はちゃんと自分頑張れば、はい、あの努力すればそれなりね、うん、食べてはいけるんでっていう感じなんだけど、はいはいはい、今はでもね逆転されてもこの方が、ね、よくあの言われるんですよ、いやあのその中国の仕事もしたらとかって言うんだけど、うんうん、いやなかなかでももうコネもないしねもうできないからね、うん、だからものすごい僕はあのちょっと今なんだろうあの迷ってますね、迷ってるかもうあのさまよってますね、あしたら今後どうなるのか、日本でこのままずっとやるのか中国ともやっていくのか、うん、なんか他に何のかって、うん、だから今日せっかく来てるから、はいはい、ちょっとあのナンバーワン研究所っていう番組を作ったんで自分は。ああ一番研究所。一番、あ、はいはい、一番研究所ですね、はいはい。一番研究所を研究してる。要するに何でも一番にならなきゃいけないってことですよね。うん、その会社の一番研究所でロケさせてもらう会社のなんか一番を探してそれを紹介するっていう番組、うん。あ、そうなんですか。そう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 、それじゃあ 今までその感銘に受けた。加盟を受けたその一番って何だったんですか？あ、いや会社ごとでいろいろ違いますよ、本当にあの何かな、お客さんとの連絡とかアフターケアがものすごい、うちは一番を目指してますって会社のロケだったりとか、あ、そっか、うん、それ会社ごとで全然違いますね、あ、ならじゃあそれはもう言えないかもしれない、で、うん、竹山さんの一番は何ですか？俺の一番、うん、なんだろうね、キレキレよね、いやいや、キレキレはでもそうですけど、最近別にそれやってるわけじゃないからね、いやだから自分ではだから1年に1回やってる自分の舞台が、放送禁止の舞台があるから、それはだから俺にしかできないものになってきてるだろうなっていうのがあったりとかはありますよね、うん、じゃあ最後、私がもし日本でもうちょっとはそのやっていきたいんだけど、どうすれば、私の一番は何、私が一番やらなきゃいけないというのは、シュウさんはね、うん、俺が思うには、うん、やっぱ中国のことをいろいろもうちょっと、特にエンタメとか中国のそのカルチャーですよね、政治は別にもうその大学教授とかもいるから、そのカルチャーとかなんかそういうものをもっとこう伝えたら日本のバラエティでは面白いと思うから、そういう人になってほしいですよね、今いないじゃないですか、若い中国の人もそんなにいないし、あの、ちょいちょいいますよ、なんか女の子とか、まあまあでも、うん、に幼い頃日本に来た人とかもいるけど、うん、真面目な研究してますとかもいるけど、そのバラエティっぽく中国のことをしゃべる中国人の人いないから、シュウさんが喋って、いや嘘だろシュウさんそれって本当だよとかいうなんかこうやり取りとか、はい、そういう中国のことを面白く喋れる人が一番でしょうね、シュウさんって。ありがとうございます。わかりました。じゃあこれから私、中国版のデーブ・スペクター。あ、でもそうよ。いや、ほんとほんと。で、あの、中国版のデーブですよ。まあ、デーブ、じゃあ僕は頑張りますから。はい、で、時々、お前違うんだろって突っ込んでくれる。いや、言いますよ。違うだろ、お前それ。全然違うだろって言って、またそれでやり合いましょう。はい。うん、よろしくお願いします。だからこれだけじゃ、これもじゃあ、シュウさん最後書いてください。シュウさんが思う日本人の芸能人が、僕も含めね、はい、
大陸でやるということはもうはっきり言ってこれはあるんですかないんですか。私は今やめた方がいい。やめた方がいいと、うん、なぜ。だってもう全てその向こうはお金がある、要するに餌があるんですよね、うん、それに全て金じゃないから、あ心ね、あそう、それ売るのかって話。そう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 、だから私なら行かない。うん、えぐいもん向こうが、うん、要求してくるから。あそれは聞いた、それはやばいぞお前って言われて。そうだからもう そんな疲れるから、うん、向こう行って、うん、で裏金もいるぞって言われました。まあもちろんもちろん、はい、はい、やっぱそうなんだ、はい、やめてください。はい、やめます。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます、楽しかった、ありがとうございます。ありがとうございます、楽しかったです。ごめんなさい。シュウさん、俺あれも